さあお待たせいたしました、ロードトゥジャックインザボックスファイナー、イエーイ。さあ今回もですね、マーベリックをこよなく愛する部外者、私ノーゴッド団長が進行していきたいと思います。よろしくお願いいたします。当然ファイナルもこの方に仕切っていただきましょう、ミスタージャック。イエーイ、ジングルベル、ジングルベル団長、はい、クリスマスだな。そうですね、クリスマスですね、クリスマスですけど、もしかしてそれはサンタをイメージされているんですか？そうだよ、これね、サンタ。ね、はい、頭のやつ。頭のやつ、それ、なんてこと言うんですか？ちょっと、これ一応動画なんですからね。ついにこのロードトゥーも、そうか、ミスタージャックファイナルでございます。もういよいよ、はい、数日後に、本番、12月27日日本武道館で、ジャックインザボックス、が始まるわけでございますけれども、ついにな、改めて今回のイベント、どういうイベントになるのか、もうもっと分かりやすく教えてくださいよ、みんなに。もっとだいぶ分かりやすく言ってきただろ、ここで。いや、あれ過去4回見てもらえば分かるんですけど、大して情報ないんですよ。ほら、リハーサルは始まってるんだぞ。ですよね、わしも行ったんだ、リハーサル。はいはいはい、ちょっと待ってください、なんかピンとこないです。だいぶバチバチだったなのリハーサル。いやいや、もう私のリハーサル見てるけど、はい、みんな仕上がってきてるしな、もうあと本番待つだけだ。やっぱ改めて思うんですけど、ミスタージャックあんまこのイベントのことよく分かってないですよね。言ったな、わしはでもあれだぞ、大石の、大石正弘の、はい、10分の1だぞ。さっきから猛烈な視線を感じませんか、何か。そうですね、確かにこう視聴者の方の冷たい視線も感じますけれども、これ以上ミスタージャックにちょっと任せられないなということで、なんで来てもらってます。何に、何にじゃないですよ、この方にですよ、どうぞ。そう、そうですよ、近くどころかずっと隣にいますよ。わしじゃ、わしじゃ。という、はい、というわけで、おはようございます。改めて本日のゲストは、はい、マーベリック DC 総帥、大石正弘さんでございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。団長さん、いつ所属が変わるんだっけ。ですね、一応ですね、デランジェロテツさんにこの間お話ししたところ、来年には調印じゃないかという話を、はい、いや、どうですか、こう今までこうロード2見ていただいてると思うんですけれども。見ましたよ、はい、昨日全部。あ、ありがとうございます。いや、もうなんかね、達郎のコメントがね、なんか褒めてんだかけなしてんだかよくわからない。いや、あれは褒めてますよね、ミスタージャック。褒めてたな、まあいいんですよ、俺の話は。いやいや、今日は今までできなかった、うん、改めてちゃんと、ジャックインザボックス2021の、ことをいろいろ根掘り葉掘り。わしも10分の1じゃあよ。わしが来てくれたぞ、団長。ちょっと待ってください、これ絶対いろんな情報言えるぞ。大石さんの一人称わしがすごくしっくりきてないんで。わしとは言わんよ。言わないですよね。なので改めて本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。今回大物新人が3アーティスト、大物ですね、いらっしゃいますけれども、ちょっとそれについてですね、ミスタージャック全然まだ詳細分かってなかったらしいので、はい、大石さんならきっと知っているんじゃないかなということ。あんまり知らないし、そんなバカな。うちが、わちが何も知らんもん。あの、ジャック同士で徒党を組むのやめてもらっていいですか。なので改めて今回このプチブラバンソン、うん、まあ、どういった経緯で今回。経緯はもう京さんが、はい、ゆきいろさんと、はい、なんか一緒にやりたいと、言ってるところに、まあこれいつぞやの打ち上げで多分京さんが、はい、宮に声をかけて、宮に、はいはいはい、宮に声をかけて、宮に、発音が違う、いや、いいんですよ、宮でいいんですよ、宮さんで、はい、宮に声をかけて、はい、で、ああこういうハードな、サウンドにゆきいろさんのドラムが乗るとどうなるんだろうねっていうのが最初のなんかこう3人の、あ、なるほど、じゃあ結構こう実験的に始まった。なんかそこまではね、それは多分
京さんのインタビューをご覧いただいて、まあそうですね、はい、わー、でこの日が初ライブ、はい、っていうわけで大石さんはこうリハーサルとかこうはもう行かれたりはしたんですか？いや見ないようにしてます。あ、もう当日のお楽しみ的な、うん、あのつい最近もゆきひろくんと話をしたんですが、はい、音出したことないんですと。なるほど、現代的ですね。現代的で、あのコロナもあったので、うんうん、レコーディングはバラバラでやって、で、まあ、ミックスは、まあ、みんなで やるんですけど、はい、結局演奏したするのはこのリハで初めてなわけですよ。で本人たちもわからないんです。うわ、じゃあ本当にドキドキですね。楽しみでございます。まあもうこれはもう当日その初めてのその化学反応が見れるんじゃないかなと、ね、うん、はい、初めて情報っぽい情報分かったな今な。そうです、本来はミスタージャックの仕事だったんですよ。そうなんだもうちょっと反省してもらっていいですか？本当にちょっとテンション下がってるじゃないですかミスタージャック。じゃあ続きましてですけれども、はい、マーベリックとしては珍しいんですか、女性アーティスト。そうなんです、ミオさん、はい、これはまたちょっと特殊ですよね。特殊ですよね。だからあんまりこれもよく知らないんですけどいやいや一応前情報ではシドのユウヤさんがプロデューサーで絡んでいるという話なんですけども、楽曲の提供、あ、はあ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 、詞はミオ本人が書いていると。はいはいはい、過去にこの40年間で、はい、女性アーティストと扱ったことって何度かあるんですか？一度だけあるんですよ。あ、そうなんですね。実はあのデンジャーというイベントの1回目にのオープニングで出たミユっていうのは、はい、はい、あ、そうだったんですね。じゃあもう結構何年ぶりかに、20年ぶりに、20年ぶりに、20年も経ったか懐かしいな、わしも出てたんだぞ、そのデンジャー。いや、そりゃそうですよ、ね、ムック新人だったよね。あ、ムックじゃないわ、あ、いやムック新人だったんですよ。もうあの途中からのボイスチェンジャー外れても地声で会話してるミスタージャックも面白いんですけれども、あのちなみにこのミオさんに関しては、はい、当日はあれですか、もう完全に一人でステージ立たれるのか、それともこうバンド形式なのかとか、そういう情報ってのはバンド形式だと聞いてますよ。ほっ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 ほ、はい、なるほど、以上はちょっと、なるほど、はい、あ、じゃあ結構じゃあサウンド的にもちょっとロックな感じの楽曲なんじゃないかと。はい、なるほど、楽しみでございます。個人的にも気になってるのはムック達郎ソロ、はい、これは大石さん、この達郎さんがソロやりたいって言われた時はどう思いました？あ、とうとう来たかって感じです。あ、とうとう来たか、うん、だいたいバンドのメインボーカリストがソロやるって、はい、ちょっとなんかあった時におっとそういうことが起こる。はいはいはい、なるほどなるほど、なんか起こったのかなと思ったら、はい、まあ、ちょっと里地くんが辞めるっていう、ね、まあまあそうですね、今年はありましたね、まあ、これは偶然だと思いますけど、はい、もう達郎さんのこのソロの音源は聞かれましたか？はい、いかがでしたか？そこ一人内緒です。え、ない、え、感想も内緒なんですね。そこまで隠すの？なんかこう、あ、わー、それはでもまあ聞いていただいてのね、そうですね、お楽しみってのはありますけども、なんかね、あんまり今日はこう情報ない方がいいかなと。いや、それだと過去4回と変わんなくなっちゃうんですよ。いや、そこはない方がよくて。あ、なるほど。まあ、やっぱそこはもう実際当日武道館で見てみんなに判断してほしいというところでありますけれども。まあ今年のジャック・イン・ザ・ボックスは各アーティストにフューチャリングが入ってるってのは、これはなぜ今回こういう形に？これは俺が決めたわけじゃないんですよ。そんなバカな総帥。あ、ミスターの方が。なるほど。基本的にね、俺何も決めてないですよ。そんな。本当です、本当ですか？うん、まあでも今回、まあ当然あの大石さんも、うん、44マグナムのステージに、はいはい、まあ、フューチャリングといいますか、まあまあメンバーといっても過言ではないですけども、はい、まあ、参加されますけれども、そこに今回高崎明さんが。あ、それだけは私は決めました。うわ。これやっぱそこだけはね。これどういう普通に決めましたね。はい、あの古い友人なんで、はいはい、高崎明さんは、はい、まあ達観なんですけど、達観さん、はい、うん、でそういえばラウドネスも40周年やなって言って、あ、そうそうやで、そっかそっか、じゃあ本当は何かやりましょうだったんですよ。はいはい、でもコロナでいろいろあって、まあラウドネスは多分27日の翌日、はい、東京でコンサートやるはずなんですよね。なるほど、うん、ちなみにこう過去、まあ、昔からその、うん、マグナムとラウドネスって結構こういうというかあったんですか？もうあの
大昔ですよ、レイジーの頃から。レイジーの頃、ラウドネスの前がレイジー。はいはい、そうですね。皆さんご存知ですか。はい、我々が交流していく頃はもうあの宇宙船地球号、ね、あ、もうかなりメタルにいってる方ですね。でもう髪の毛もこんな、はい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 、まあ言ってしまえば日本のこうジャパニーズメタルシーンを、うん、まあ、作った礎が、まあ、マグナムとやっぱラウドネスっていうのはやっぱ、まあ、まあ順番としてはラウドネス、バウアウが、まあバウアウさん、そうですね。でアシェカ44、浜田マリー。ああ、なるほど。いや、素晴らしいジャパニーズメタルのこう歴史の中にもちろんマーヴェリックもがっつり絡んでる。そこで、うん、こう過去にマグナムとラウドネスの共演ってのは何度かあったんですか。やっぱりないですね。ない。なんか YouTube 見てるとタッカンとジミーがなんかちっちゃなイベントでギター弾いてるのは見たことがある。うん、ほうほうほう。それぐらいじゃないですかね。よくわかんないです。いや、でもこのステージは本当にあのジャパニーズメタル界でもかなりその衝撃のフューチャリングになるのかなと思います。そしてデランジェさんにはフューチャリングで、はいはい、ハイドさんですね。ハイドさん、そして、イノランさん、そして達郎さんが、さん、これはこう大井さん的には、いや、これはまああの皆さんご存知、この間もね達郎も言ってたけど、京さんがちょいとこの胸の病で、そうですね、今療養中で、はい、でなんか12月中になんかこう復帰できたらいいよねっていうのもあるんですが、うん、じゃあっていうので、そのまあデランジェの哲さんが、うん、まあ、ハイドさんと達郎さんに歌ってほしいっていうのと、まあ多分あのイノランさんは多分サイファーのこう後輩にあたって、はあ、そういう関係値があるんですね。はい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 、もあってその3人がゲスト。いやだ、このデランジェさんのステージだけでもそのいわゆるね、うん、いわゆるビジュアル系の歴史の中でもかなりこの特殊な出来事というか一大イベントになってしまうと思うんですけれども、はい、こうミスタージャック的にはどうですか。あのムック達郎さんは緊張してましたか。達郎か、はい、だったらもう真っ白だぞ今。これやっぱり大井さん的にもやっぱハイドさんも緊張してたりするんですかね。こうやっぱデランジャで歌うっていうのは。ハイドさんね、案外体育会系なんですよ。はい、もちろんそうです。もう全然こう体育会系で、まあ、はいって感じですよね。うわー、なんかそういうケツさんに言われました。はい、そんなハイドさんを見たことがないので。あ、見たわけじゃないですけど。あ、でもまあイメージ、でもそれぐらいリスペクトされてますもんね、ハイドさんも。テツさんとかハイドさんもおっしゃってましたけれども、今のラルカンシェルがあるのはもうデランジェのおかげだっていうのはもう本当にいろんなところで公言されてますけども、はい、うん、実際やっぱそうなんですか。そうなんですかね。まあでも確かにデランジェがいて、はい、でラルクとの出会いってがあったのは確かです。そこはね、わあ、そういうところでつながってくるんですね。今回はですね40周年、マーベリック DC スーパーオールスターズでございますけれども、これはまたすごいことになりそうですか。まだ全然ね発表になってないですけど、まあ、内容はテツさんがねプロデュースで、はい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 、これもまあテツさんが言うと、はい、はい、みんな言わざるを得ない。いやー、もう逆にテツさんじゃないとまとまらないのかもしれないですね。まとまらない。まあ唯一そのリアクションっていう、はい、デランジェの先輩のバンドなんですよ、はい、それだけはお願いをしに行きましたね。出てくださいと。いやあの俺とテツさんで。ああ。デンジャクルレコーズの、 あの001番がリアクションのインセインっていう。うわあ。またここでリアクション自体って今たまにライブやってたりするんですか。これがこの間だ11月の21日かな、はい。ラストライブという名の6メーカーのライブがあった。はい、あ、はいはいはい。そこに、私はなんかこう。音楽音的なアドバイザーでメンバーに呼ばれて、うん、はいはい、ゆきさんに呼ばれて、はい、で哲さんはそのこう今回の出演のことをお願いするためにプラスもう、うん、久しぶりだから見に行った。うわー、だから本当にそのマーヴェリックの歴史を語る上では外せないそのリアクションが、そうですね、見れるという、うん、デランジェの人たちって結構コアモテじゃないですか。そうですね、はい、特にあの怖いよギターの人たち、ね、優しいんだけど怖いんだよ。まあまあそうですね、確かコアモテですけど、でもその4人がビビっているのがリアクションのユキさん。うわー、なるほど、これはやばい。ミスタージャックもビビってる。ミスタージャックも怯えてる。どうしたんですか。怖いんです。怖がってるんですね。あのでもいい人なんですよ。はい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 、本当にいい人なんですけど、もうなんか筋外すと怖い。なるほど。はい、わしは今筋通ってるか。そうですね、あの行くぞ本番。
あの正直大石さん的にあのどうですかミスタージャッカー筋通ってますかねこれは。通してもらったことがない。あら、あっ。だいたい髪の毛が少なくないな。ああ、みんなに言われたね。これは言われてましたね。あの大石さんの猫っ気をちゃんと表現する。何でなんですか。ちょっとミスタージャック、あの27日までには増毛しといてくださいね。お願いします。お願いします。まあ、マーベリック DC が40周年でございますけれども、まあ、40年間こう、まあ、レーベルをやり続けるって本当並大抵の苦労ではないと思うんですけれども、そ、まあ、インタビューも何個か答えたんですけど、はい、そんなに苦労してるっていうイメージ。本当ですか。なんかこう好きなことをやってて始まって、はい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 、はい、辛いこともあるけど乗り越えて、わで乗り越える時はやっぱりアーティストのね皆さんがやっぱり支えてくれる時もあれば、うん、スタッフのみんなが支えてくれる時もあるし、はい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 、でも飲み会はひどい。、まあ、そうですね。それに関してはあの全ての所属アーティストがあの言ってるところでありますけど、そうですね。それエピソード持ってるから、あの本出したじゃないですか、はいはい、今この間もさ、はい、あの本に書いてありますね、ひどいと。あのコメントがね、はい、全部そこなんですよね。そう、なんかあんまり音楽的なこと言ってくれなくて。あそこだけ直してくれたらいいのに。いやでもまあそれも含めてマーヴェリックの味といいますか、うん、なのかなと思うんですけれども、うん、こう大石さん的にこの40年間ですごく印象に残っている出来事と、そのマーヴェリックの歴史の中でってなんかありますか。ほぼ飲み会ですね。いやじゃあその飲み会で一番印象に残ってる飲み会って、ちなみに毎度毎度だけど、はい、ユッケっていうベーシストがいるんですけど、ああ存じてます、はい、あれが酒癖が悪くてですね、らしいですね、まあ、俺も自分のことは言えないですけど、はい、彼の方がひどくて、はい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 、で大体歴代のベーシストほとんどがひどいんですよ、はい、もうマーヴェリックの歴代ベーシスト、まあ、僕も社長がやっぱ率先してるからですよ、ベーシストが早々出てるんですよ。秋もそうだ、秋もそうだ。社長って言っちゃってるよ。みんなそうだ。秋もひどかった。はい、はい、過去です。過去です。そうユッケって人はね、はいはいはい、力強いんですよ。あ、確かにそうかもですね。はい、でなぜか暴れ出して、はいはい、暴れが止まらなくて、あらららら、これは俺は彼ぐらいって止め止められると思ったんです。はいはいはい。あ、したら社長自らが俺の体から血が出た。大石さんを傷物にしたんですね。まあ、ユッケというベーシスト。普通の先っぽが当たったんですけどね。あ、いや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 、でも一人で抑えられなかった。はいはいはい。だから数人で抑えて、うわー、それはちょっと。それを事務所中の人が見てるんだけど誰も助けに入ってこない。そうそう、ムービー残ってますよ。だからダメなんですよ、これも門外不出でございますので。いやなるほど。あの時は、俺負けた初めて、はい、そういうことないんですよ今まで、はいはいはい、負けたと思います。すごいですね。せっかくの40周年、なんかとんでもない話題が出てきてしまいましたけど、大石さんってやっぱ今でもそのやっぱアーティスト目線をずっと保ち続けてるなっていうイメージがあるんですよ。やっぱいろんな現場に行っても音とかも絶対確認してるじゃないですか、ステージの。それ趣味ですよ。まあ、あの物の本にも書いてあるの、趣味で始めてるんですよ。なるほど。違いますよ、あの自分がやりたいことはね。はいはいはい。でそれが偶然バンドの人たちのニーズに合ってるだけですよ。はあ。だからここまで現場主義でこう40年間続けてこられたってのはやっぱ大石さんがずっとその好きでやってるからなんでしょうね。そうですね。昔はあのなんかエンジニアやったり、はいはいはい、レコーディングもしたり、はい、あのジミー君のマーシャルの真空管変えたりね。それも楽器屋さんの仕事ですね。エフェクター、エフェクターをこうコントロールできる装置を作ったり。そんなとこまで。前なか昔なかったんですよ。はいはい、組み替える。はい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 、自分で リレーで、ね、こう作って、まあ、その細かいこと言っても作って。だから44とリアクションまでは僕は全部竿の2人のエフェクター作ってました。すごいですね。あの技術。技術、いや技術、はい、言えてないじゃないですか、ミスタージャック。いや、もうテクニシャン上がりでもありつつ、ただまあ昔はね、はい、あのマーシャル一発で、はい、あのアンペグの V4B 一発 で、はい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 、でキーボードもいなければ、うんうん、あのクリーントーンもなくて、はい、ボリュームで絞ってとか、うんうん、それ簡単だったんですよ。まあシンプルでしたよね。
今やもうあのムックの宮くんの、はい、エフェクターとかどうなってるか、みたいな。すごいですよね。あんだけ繋いで覚えられないんですよね。俺も上手に行った時見ちゃいますもん、足元すげえな、スープロペラだな。俺も上手に行った時に俺びっくりしたのが、はい、まあ、なんかインスタで見たのかな、はいはい、吉村伴奏用にまたボード組んでる。組んでましたね。なんじゃこれみたいな。新しいボード組んでる。どれだけエフェクター持ってんだって話ですよね。そうそうそう、いやー、ほんとすごいな。限定回帰をノスタルジックに、そして次世代へのエールを、はい、ということなんですけれども、はい、さすがですね、もう4回も言ってますからね。誰考えたんだろうね、そんなバカな。ええ、これ多分あの自然にこうなったんですよ。自然にこうなったんだ。でもこう自然にこうなったけれども、うん、大石さんもじゃあこれでいこうってなってるわけじゃないですか。まああの出演者見てもらえばそうなってますよね。なるほど。まあこう40もう本当に所属の初期のアーティストから最新まで、うん、シド周りまではなんかビジュアル系の若いバンドで、はいはい、勢いがあってなんかちょっとこうルックスの良い人が出てきて、はいはいはい、こうスポット当たってその人たちが次ライブにつなぐっていう歴史が長かったんですけど、はい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 、まあちょっとねコロナでそういうわけにもいかない部分もあるし、うん、ちょっとシーンの形も変わってきたので、うん、はい、だから今回のプチブラバンソンとミオと達郎のこの3つで、忘れちゃいけないファジーノット。そうですね、ファジーノットもそうですね、もちろんファジーノット90年代のねポップロックですよ。なんか本当にあの、うん、懐かしくもあり、それがまた新しくもありというか。そうなんです。原点回帰っていうか元を大切にするっていうことも忘れてはいけないし、うん、今のネットの社会だし、はい、世界だし、はい、あと言うと、まああのまあ、ムックもシドも、うん、もちろんラル君も歴史長いですから、はい、各あのアーティスト個々が、うん、これもうプロデューサーですよ、みんな。確かに。だから会社がプロデュースするっていうよりはアーティストが自らをプロデュースして、はあ、なるほど。ちゃんとこうマネージャーも連れてきていたりですね。なるほどなるほど。背景も全部自分で考えていきたり、うん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 、そう、ゆうやとかね、そのミオを連れてきて、はい、やっぱりこう一緒にやりますよって言って、はあ、彼がプロデュースしてますから。なるほど、うん、やっぱそれはやっぱみんな大石さんの背中を見てそうなってったんでしょうね、自然と。僕はそんなことして知ってきましたっけ。いや、どうですかミスタージャック。知ってたぞ、わしずっと知ってる。わしで知ってるんだから。いや、意見は言うけど決めるのはやっぱアーティストだったりするでしょ。でもそのそれはそうだな、そこ大事なとこ。だからアーティストが育つんだぞ、うん、じゃあもうほんと、まあ、そのでもその意見がないと、その一押しがないと、いろんなアーティストが自信を持って先に進めないわけじゃないですか。まあ何でも最後、あ、これいいよって誰かが言ってあげないと不安じゃないですか。うわー、素敵。なんか本当にこの大石さん、みんなのこう兄貴父親みたいなこう感じなんですね、うん、ミスタージャック。わしのお父さん、ミスタージャック。あ、違うか、お父さんじゃねえや。え、もう酔っ払ってきちゃったんですか。ミスタージャックから、大石さんに伝えたいことなんかありますか。え、大石さんに伝えたいこと。はい。わしはあれかな、12月27日は武道館に行ってもいいのかな。もちろん出演するんじゃないの。おっ、しない。出演する。おっ、来たっすね。どこで出してもらえるのかな。44マグナムズ。44マグナムズ。音がでかすぎてちょっと喋れないと思うんで。そうですよね、やっぱオールスターズですかね。オールスターズかな。そうかな。大石さんのベースのヒットに被せてくれてもいい。なるほどなるほど。なんか可愛く出たいよな。そうですね。ただ動くとなるとやっぱ人手がいりますし。人手だな、わしそうだ。これ10倍にしたの作るとか。あ、その企画ちょっと本当にできないかっていう相談をしたいんですけども。予算がね。そうですね。ここに力入れるかっていう。確かに。逆にわしこれ全部200円ぐらいで。コスパいいですね、ミスタージャック。このキャラだからいいんだよね。そうなんですよね、このちっちゃさがいいんですよね。そっか、じゃあもし出れるんだな。じゃあ当日どうしよう、なんでもそんなしようね。いや、そうですね、ちょっといろいろ、まあもちろん裏配信にもいていただきたいですし、うん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 、やっぱオールスターズもちょろっと出れたらいいですね、ミスタージャック。出たいよ、やっぱりわしは。じゃあちょっと あんまり時間がないからさ、ささっと、ささっと、そうですね。ただあの、その前にあの
プロデューサーのテスさんにお伺いを立てて。あ、そうですね。これは団長がやっとる。俺ですか？すごい、なんか最終回にしてミスタージャックめちゃめちゃなんか地位低くなってますけど大丈夫ですかね。今回、グッズもいろいろご用意しております、うん、はい、今、自分も着てますし大石さんも着てらっしゃいますね。着てますよ、はい、ジャック・イン・ザ・ボックス T シャツ、他にもですねこの、40周年、記念この40っていう方がちょっと華やかなデザインもあったりとか、してますし、これも黒バージョンもありますし、自分の着てる色違いもあったり、ちょっとロックめメタルめな T シャツに今回なってました。今回すごいかっこいいやな。はい、ではこのトートバッグ、これもまあもう素晴らしいです。40ジャック・イン・ザ・ボックス、こちらもですね、ぜひ当日、グッズコーナーでですねぜひお買い求めいただけたらなと思います。改めて大石さん、来てくださる方、そして、来たいなどうしようかなって迷ってる方にメッセージをお願いいたします。多分ですね楽しい一日になると思いますよ。あの私はちょっとベースを弾くので非常に緊張してるんですがあの特にその、ね、プチブラバンソン達郎ミオぜひ見に来てください。ぜひお願いします。じゃあそしてミスタージャックお願いします。わしか、はい、わしはあれか、団長、はい、もうこれで終わりでいいのか。本当にミスタージャック、これが締めの挨拶になってしまいますよ。はい、まだあの話をしてないけどいいのか。え、いや、なんかあるんですか。わしが影のあれだぞ、リクさんだぞ。そうですね、もうその設定いいんじゃないですかね。いいの、じゃあ台本から消えといてくれ。いやもういいかなと思ってもう、はい、ミスタージャックはもうその愛くるしいキャラクターだけでもうやっていきましょうよ。はい、なので改めて、はい、わしもな、この企画で生まれてやっと武道館なんか出れる許可が下りたからな、うんうん、わしを見に来るためにチケットを買ってもいいんじゃないかな。どういう出方をするかはお楽しみだな。ですね、暴れるぞ。もしかしたらその27日の武道館がミスタージャックの最後のステージになるかもしれませんからね。最後、はい、最後なのかな。ステージ上でねこうバッと燃やされて終わるって可能性も。それもいいな、ロックはなステージで燃えて散るんだぞ。なのでですねミスタージャックの動向も含め、改めて12月27日日本武道館ジャックインザボックス2021を皆様ぜひ頭からお尻まで楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、というわけで、また数日後日本武道館でお会いいたしましょう。というわけでロードトゥーザージャックインザボックスファイナルでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。あ、もう顔出ちゃってる。バイバーイ。